チュア、カチューシャしてるの。これは、あ、くるぷるぷるなってなかったね。これはピン止めてます。こっちが多分バッテンの方。こてっちゃんハートありがとうございます。そうなんです。こっちがね、バツと、こんな感じ。そうなんです。16時半だから、ちょうどだ。こんばんは。おいもちゃんに、なんで知ってるんですか？おいもちゃんにプレゼントを渡したんだっていうこと。そう、おいもさんにね、今日プレゼント、あ、違う、今日じゃない。昨日ね、プレゼントをあげたんですよ。なんで知ってるんだろう。あ、なんか、なんか、髪の毛が出てきちゃった。RK さん、レインボー。スター、ありがとうございます。あ、まばみに書いてあった。そうなんです。あのね、なんだったっけ。芋味のじゃがりこをあげました。プレゼントに。そう。お芋味。そう、ガチャガチャのプレゼントじゃなくて、普通の食べるじゃがりこです。普通の食べるじゃがりこを食べました。そう。で、今日ですね、そう、お芋味、新しいのがあって、それをね、テレビで見て、あ、これ、お芋さんにあげたらいいかなと思って。よし、ハートありがとうございます。そうなんです。そう、あのね、さつまいも味だったっけ？その味が、で、これがモイカさんにあげたらいいなと思ってあげました。そうなんです。さつまいも、さつまいもじゃなくてお芋味、芋味かな、芋味か、どっちだったっけ。はっしーもっちゃん、かわいい、ありがとうございます。そうですか。なんかね、じゃがりこはお母さんに買ってもらいました。そう、私見つけられなかったから。そうで、今日はお母さんとね、弟と一緒にね、ガチャガチャ巡りをしたんです。あれ、あ、さつまいも味だ。さつまいも、そうそう、さつまいも味です。さつまいも味を今日はですね、一番欲しかったガチャガチャがゲットしました。ガチャガチャリングをゲットしました。そうなんです。そう、今日はそれを持ってきました。あれ、これつけないと。クロちゃん、いいね、ありがとうございます。それは2回してきたんですね。2回、ね、それどっちからがいいかな。あ、そう、チロールチョコもやりました。そうでね、1000円何枚も使っちゃって。あ、これ、まあ、いいや、これです。これ見えてるかな、ボケてる。これはいちご大福です。可愛くないですか、いちご大福。いちご大福、で、ここのね、ここの白いところもめっちゃサラサラで、そう、めっちゃリアルだった。あれ、取れない。そうなんですよ、これ。ずっと調べてて、で、あれ、これ欲しいなと思ってずっと探してたんですよ。そしたらありました。あった、ありました。よし、ハートありがとうございます。そうなんです、これね、食べちゃいそう。食べちゃいそうな。あれ、これどうなってた？そう、めっちゃリアルでね、かわいい。かわいい。そうなんです。でね、クレヨンしんちゃんのやつも欲しいんですけどね、まだ見つけられてないんです。あれ、これどうやって直すんだろう。こうかな。ん、はなさん、かわいい、ありがとうございます。でね、どこだろう。
めっちゃここリアルなんですよ。え、ボケてる？これ。そう、これね、なんかエネルギーとかタンパク質とか炭水化物とか一個一個書いてるんですよ。そうなんです。めっちゃね、これは可愛いです。よいしょ。いちご大福が一番欲しかった。あとね、マスカット大福も買いました。よいしょ。買いましたじゃない、引きました。いちご大福は食べれます。いちご大福、餅はね苦手なんですけど、いちご大福は食べれます。そう、ピンボケですよね。なんかどうしたらいいだろう。ちょっと YouTuber っぽく、これでいいかな。これでいいかな。なんかピンと合ってる？わかんない。合ってる？これはマスカットなんですよ。でもね、マスカットはわかんない。マスカットはわかんないっていうか、なんかマスカットっていうのがわかんないんですよ。わかりますか？ちょっと YouTuber。 あ、そう、カロリーも書いてます。そうなんです。でもね、これ YouTuber のね、やり方をやったら多分ピンボケしないと思う。あれ？あれあれあれ、あ、できない。あ、わかりますか？そうなんです。で、弟もね、私が羨ましかったそうで、ちょっと弟がね、やったらイチジクが出たんですね。そうなんです。そうなんです。これ、これとこれね、ちょっと YouTuber でできなかった。いちご大福です。これを今日しました。そうだからね、私はね3000円近く使ったかもしれない。3000円近くガチャガチャで使ったかも。ケチャップ社長さん、バラありがとうございます。ありがとうございます。ゆっくり。あ、そうなんです。この前田中美久さんのあれね、あれ見ました。ショールーム見ました。怖くはなかったです。でもね、見つけたがちょっとツボになっちゃって。ミルキーの、私もあのね、ミルキーのあれ、ミルキーのね、このガチャガチャ、私も見つけたんですね、今日。本当に。今日見つけてやったら、なんで、ホームパイ？ホームパイがめっちゃ出てきて、3、4つぐらい出てきた。ホームパイ。でもね、弟が最後やってくれたら、弟のお金で。そしたらミルキーが出ちゃいました。ミルキーと、カントリーマームと、ホームパイと、なんかチョコ？チョコだ。なんかね、チョコの中にね、イチゴが入ってるやつ。そうなんです。そう、今ね、下にあるんです。そうなんです。でもね、なんか、3000円ぐらい。3000円ぐらいね、使っちゃった。両替して。先輩メンバー、そうなんです。合間があったらね、先輩の見てるんです。ランダム、そうなんです。地元でモデルやってたんだね。小学生組の中では。そうなんです。モデルをね、やってたんです。大分で。1000円ガチャはね、やったことないです。仕事終わった、あー、お疲れ様です。仕事もう終わる時間だったから、ちょっとナイスタイミングにやった。よかった。1000円ガチャはなんかテレビでは見たことありました。なんか3000円ガチャとかあったかも。生写真可愛かった、ありがとうございます。ちょっとね、生写真っぽくこれつけてみました。そう、園さんのね、ところにも行きました。そう、一緒にね、写真撮りました。園も撮ってって来てくれたので。そう、 CM にも出てました。おじいちゃん一緒に行こうみたいな、それをやりました。あ、今から仕事の休憩。あ、じゃあこの時間が一番いいのかな、この時間にやればいいのかなみたいな。うん、クロちゃん流れ星っていうの。ありがとうございます。ありがとうございます。
おえおえでおえってな、今村チルドレンに入ろうと思った理由は、なんか今村チルドレンで何誰だったっけ、なんかね、あれで今村チルドレンでなんかツアーファイナルの時にね言ってたんですよ。だから私はそれでね、はい、ちょっと入ってみようかなと思って、いい時間が来ました来ました。はい、今ガチャが今日やったガチャガチャが来ました。そう、今届けてくれました。そう、後藤ひなのちゃんとも、あ、そうなんです、話しました、話しました、そう、私がイチゴなんでって言われました。よいしょ、じゃあね、今から3つあります。そう、明日はオンライン握手会です。全部じゃないです。今は全部の中の一部を持ってきました。一部ってお菓子？お菓子です。どれから？まずね、ホームパイ。ちょっと YouTuber ちょっとやらせていただきます。ちょっと YouTuber。これです、ホームパイ。普通は48からモデル、そうなんですよ。あ、待って、ミルキーかな？待って、ホームパイ。そうなんです。モデルは2年生ぐらいからやってました。そう、YouTuber じゃないとピンボケしちゃう。そう、中入れてた。です。よいしょ。出ました。でもね、これなんか、ホームパイに見えなくないですか？なんか、ちょっと待ってください。ごめんなさい、YouTuber 入ります。なんか、キーみたいな。キーみたいな感じしますか？しないですか？ほら。でも、これが3、4つぐらい出てきたので、なんか、あー、ちょっと被りすぎたなって思います。確かにキャラメルみたいに。でね、私がびっくりしたのがですね、見てください。すごくないですか？あれ、あっ、これがですね、ちょっと YouTuber しません、何度も入ります。これめっちゃリアルなんですね、本当にすごい、本当におっちょこちょ YouTuber になるの。そう、一個ちょうだい。そうなんです、あの、そうなんですじゃない、そうなんです、なんでそうなんです、お母さんは、お母さんと私と一緒に、あのね、あの、1000円をめっちゃ両替して、今日で6000円ぐらい使ったかも。ちょっと、これです。今回は。で、ミルキーが、お友達ではリング集めてる子いないです。私だけかも。みんなはね、ゲームばっかり。ゲームばっかり。見てください。ミルキー、ミルキー、顔。え、歴はね、2、3、4、5、6。分かんない。3年かな。3年ぐらいかも。かな。分かんない。でもね、CM はね、結構出させてもらってました。可愛くないですか？ミルキー。これが弟に出してもらいました。これは弟のお金がね、あの、なんか私がお母さんと一緒にガチャガチャしてた時に、弟がね、あの、ミルキー出たって目ギラギラさせてそう言ってくれた。そうなんです、そう、ミルキーもね、見てください。ちょっとごめんなさい、何度も YouTuber 入ります、すいません。可愛くないですか？後ろもね、ちゃんと本物になるんです。すごくないですか？可愛くないですか？これで300円です。1個に300円。そう、ペコちゃんです。ごめんなさい、ちょっとコメントが読めてないかも。チャンネル登録、どこにある？チャンネル登録。そう、ちょっとすいません、何度も YouTuber 入っちゃいますね。
これと、おうおうおう、これとこれがね、ガチャガチャを一言で表すと、なんだろう、ガチャガチャを一言で表すと幸せそう、ガチャ、そう、300、でもね、400円のガチャガチャも結構しました。これがお菓子の300円、これで300円だったら、で、あと1個は残りの200円でなんかできるのありますか？あ、できるのありますかじゃない。残りの200円でなんかできるのあるかなと思ったのが、これです。あ、チロルチョコです。チロルチョコです。待って、これね、もう一回 YouTuber 入ったらね、できる。YouTuber 入っちゃいます。これです。これのチロルチョコです。これもしました。でね、欲しいやつは当たんなかったんですけど、まあまあ、何かビスケットかな。え、コンビニで見コンビニで見ました。これ私見てない、コンビニでは見てないです。そうなんですね。よいしょよいしょ。井原 YouTube チャンネルとチャンネル登録しました、ありがとうございます何味、金魚リングも私持ってます、持ってます。あ、本物の方をコンビニで見たってことか。普通のお菓子かおもちゃかなくなりそうで心配。でもね、ちゃんと飾ってますか、ちゃんと飾ってます。よいしょ。これはこっちにする。そこんでリング私も好きです。こっちに入るかな、まあ、こっちに入るか。そう、ね、これが1回して、これがね、5、6回しました。5、6回、チャンネル登録しました。チャンネル登録皆さんお願いします。やってないけど、やってないけど、そうなんだ。木が動こうって、これはね、ホームパイなんですよ。あ、YouTuber。はい。これがね、4個出ました。4個出て、ミルキーが1個で、カントリーマームが1個で、チョコが2個出た。え ?3、4、5、1、2、4、5、6、7。8回した、これ。8回して、ホームパイが4つ。指輪が、取れなくなったことはないですね。そう、だからね、取れなくなるのが嫌だから、いつもね、パコパコにしてます。パコパコ。いつもはね、お出かけするときはつけてないんですけどね、つけるときはつけるかも。そうなん。でもね、なんかね、あ、なんて言うんだろうね。なんて言うんだろうね。なくすのが嫌だからね。なくすのが嫌だからつけない時が多いかも。ホームパイ好きじゃないんですよ。好きじゃなくて、なんかな、めっちゃ出た。これが一番。いらないのに。いらないのに。いらないっていうか、これ1個で十分なのに、これが4つも出ちゃった。4つも出ちゃった。8回だと2400円ですね。そうなんです。半分はもうこれにかけてます。これ400、2400円でさ、あれ買えるくね、服一着。そうなんです。こないだミクリのショールームに、そう、コメントしました。ミクさーんって言って。ラジオ体操、そうなんですね。そう、ラジオ体操ね、行きたくないんですけど、今日で終わりました。今日で終わりました。だからもう行かないでいいんです。もう行かないでいいんだよ。葵ちゃんさん、ハートありがとうございます。ホームパイに好かれてるねって、好かれたくないんですけど、ね。ね。
この色のあれが欲しかったんです。濃いピンク色、この色のこれが欲しかった。これが欲しかったんです。あおいちゃんさん、黒いハートありがとうございます。あんちゃん、今日ガチャガチャ行ったらドラえもんのやつ大分しかなかった。ドラえもんのやつ大分しかないんですか。ちょっと大分しかなかった。本当ですか。ドラえもんのやつ福岡にもあると思うんですけど、全国あると思う、わかんない。ルドンバラありがとうございます。そうなんです、今日はね、このね、この黒いピンク、黒いピンクじゃん何が黒い、この濃いピンクが好きなので濃いピンクを置きました。この T シャツとこのね、色が好きだからこれにしました。今日それのチロルチョコ、そうなんですか。何が当たったんだろう。でもね、あれが欲しかったんですよ。チロルチョコのいちごバージョンが欲しかった。そうなんです、濃いピンクのね、これがね好きだからこれにしました。おにぎりのガチャガチャはあったからしたよ。そうなんですか。ねえ、なんかね、チャーハンのしました。チャーハンとおにぎりとしました。お祭りもしました。お祭りのやつだからね。これはね、300円なんか多い。チルルチョコの濃いピンク持っておるんですか。いいなね。これがね、このね、濃いピンクが欲しかったんです。でもね、もうお金がなかったからもうやめちゃったんです。チャーハンのやつもしました。一緒じゃん。ブルーブルーえブルーエンジェルのガチャガチャ、ブルーエンジェル、ブルーのエンジェルってなんだろう。ブルーの天使。ブルーエンジェルって何ですか。ブルーエンジェルって何ですか。はんちゃん、大分のスパティオというアイドルグループは知ってますか。知ってます。大分のね、前にね見たことあります。スパティオキッズとかね。チャーハン間違えたい。はんちゃんだけにチャーハン、はんちゃんいつもね、私は学校でね、ハンコとかね、いろいろ言われてます。でもね、それはね、ふざけて言われてるんです。ののどんがめさん黒いだるまありがとうございます。エンジェルブルー。はんちゃん、オンライン握手会の時見せるね。9月になるけど、じゃあ私もなんかつけていこう、その時。なんかね、つけていきたい、明日。でもいいのかな、後で聞いてみよう。そうだ、明日、あれ、明日ね、オンライン握手会来られる方いますか。はーいって。そのね、方の、あれな、メモ書いてたら、なんか覚えるかなと思って。覚えるかなと思って。言いますか？はーい。これを、こっちに。よし。ちょっと待ってください。最悪。ドンガメでいいんです。じゃあドンガメさんです、ね。ヒグマのピーさん、ヒグマのピーさん、待ってね、ヒゲマのピーさんだ、ヒゲマのピーさん、ヒゲだ、ヒゲマのピーさんマナフィーって伸ばすのかも。ヒゲマのそうか、私ね、9月にあるのもね、全然気づかなかった。ヨッシーさんと、あと、ルードンですね。ルードン。
マナビよし。どん。まあ、まあくん。あと誰だ、あと誰だ、あと誰。刺さった。これだ。オッケー。やっぱり今でも夏の宿題は夏の友っていう大分県が以外は呼び方違うらしい。そうなんですか。大分はね、あれ夏の友って言って言って、うん、ドンガメさん星ありがとうございます。違う、星ってな、流れ星かな。いつもねこの名前が分かんないんです。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、ほのさん、ほの9月、夏の友置いただけなのって分かんないです。今気づいた。分かんない。夏の友。分かんない。なんかね、夏の友っていう宿題が置いたはあるんです。でもね、今は分かんないです。全国共通やと思う。え、置いただけの夏の友だった。じゃあ全国なのかな。わかんないで。これなんかね、チロルチョコつけてると痛い。9月と10月になったらまた教えます。行くので、ありがとうございます。ありがとうございます。僕は子供のところ、大分住んでたんですか？一緒だ。核があるから痛いんです。だからつけ直そう。これにつけ直そうと。ミルキーに付け替えます。あ、待って、これ入るかな？あ、入った。逆だ。関西も夏の友は言わない。そうなんですか。じゃあなんて言うんだろう。なんかね、宿題が少ないところと少なくないところがあるんです。私は多いんです、宿題が。でもね、皆さん発表があるんですよ。発表が今日からですね。今日で夏の宿題、夏休みの宿題がね、全部終わったんです。やったー。もうね、全部終わった。夏休みの宿題やった、全部終わっちゃったんです。やった、夏休みの宿題全部終わったんです。ありがとうございます。今日ね、漢字とかいっぱい全部終わらした。だからね、もう全部自由です。自由。ありがとうございます。終わったんです。あった。今日はカラオケは1曲だけします。最後らへんにしてから。よし、ハートありがとうございます。よし、2つつけて配信やろう。そう、終わったんです。でもね、ゆいなちゃんがね、まだできてないって言ってた。そう、ゆいなちゃんがね、まだできてないって。明日持っていけば。あ、そう、藤上舞さんがね、あれ、藤上舞さんが活動がね、復帰、活動再開したんです。やったー。ね、そう、舞さん大丈夫かなと。地図、発音、地図ってなって。チーズは今こんな感じ。待って、反射してる。危ない。夏休みの宿題で何が一番大変だ？なんかね、漢字ノート30ページが一番きつかった。漢字ノート30ページしないといけないから、
そう、今日4ページして終わった。地図はね、今こんな感じ。そう、なんか夏の友はまあまあ、でもね、夏の友はね、簡単、弟がね、簡単って言ってた。わかんないけど。30ページ以上だからね。うん、ひろしさん、レインボースターありがとうございます。でもね、弟が、夏の友めっちゃ大変って言ってた。今、地図はこんな感じです。何回見せる？あとね、ちょっとで終わっちゃう。読書感想文は、星の王子様を読みました。そう、苦手な小説を読みました。ほのさん、ハートありがとうございます。星の王子様。星の王子様を、星の王子様をね、昨日全部読み上げた。読み上げた。そうだよね。大変。なんかこれ以外に今出身地ここですよとか、今住んでるここですよとか、あるところいます？ある方、これいますか？いないか、いなかったら今日はお話だけだけど。こてちゃん、レインボースターありがとうございます。ありがとうございます。岐阜県、あ、待って、高知県一番埋めたかったとこだ。高知県一番埋めたかった。石川県。石川、ね、この前ね、嘘言ってもいいですかって方が言ったんです、いたんですけど、嘘はね、皆さん、なんか本当に岐阜県ありました。よし、ハートありがとうございます。三重県はあるかな。あ、三重県入ってる、やってる、やってました。岐阜県と高知県、岩手県、岩手県じゃない、石川県と、あと、あ、宮崎県はもう埋まってるんです。九州はね、もう埋まっちゃってるんです。岐阜県は温泉が有名、え、でも大分もね、温泉が有名だから一緒だ、一緒。え、何県だったっけ、あ、そうだ、この3つだ。で、セロハンテープは私どこやった、あったセロハンテープであります。東北地方は空いてるね。そう、東北、上ら辺はね、ちょっと空いてるんです。真ん中とか端っこら辺は結構もう埋まってる。皆さん、岐阜県はどこですか？岐阜県あった、岐阜県も分かった。高知埋めます。今はね、岐阜県埋めたから、今からね、高知県埋めます。高知県ね、一番ね、もうちょっとで四国が埋まっちゃう。石川県ってどこですか？石川県ってどこですか？富山県の横か。ちょっと待って、貼ってからお話ししよう。おいしょ、おいしょ。貼れない。晴れた。高知県は何が有名？高知県はね、多分じゃない。土佐犬だって。なんかね、シワがある犬。わかる？とね、ニラと生姜とカツオだって。あ、ゆずもか。そう。
でもね、個人的にはこれ、この犬好きかも。自分的にこれ好き、この犬好き。シワあるとか言ったけど、自分滋賀県はね、多分貼ってない多分滋賀あった、滋賀県、ほんとだ。生姜仕事で作っても、生姜仕事でも生姜ってあれですか、あのブチューってする生姜の作ってるとこですか。そこだったらわかる。いつもね、パパがね、うどんにかけてる。うどんにかけてた。高知県はね、さ、な、何馬？わかんない、馬は。あ、そう、生姜臭いんだ。え、でも生姜ってね、なんか美味しいって言ってたけど。徳島、あ、また来たよって、ありがとうございます。徳島今ね、多分、あ、春うらら、そう、春うらら知ってます。春うらら大好き。そう、ピンクの髪。え、待って、貼ってた。あ、徳島県あった、ありました。そうなんです。え、あのさっきのね、生姜で働いてますっていうな、違う、言うな働いてますっていう方に質問ですが、土佐犬って怖いんですか。なんか守る犬か。カツオは生さに乗せて食べるよ。生さって、え、生さって何ですか。生さ、え生さって何。生さ、そう、土佐犬は怖いんですか。あ、生姜って読むんか。何やね。あ、坂本龍馬。あ、坂本龍馬、そうだ、生姜か。生姜に乗せて食べるか。何？私なんて言った？やばい。あ、待って。よいしょ。よいしょ。四国埋まりました。四国。よいしょ。四国、あれ？こっちか？こっちが？四国と九州埋まりました。生さって何ですか？生さってさ、え、でもさって感じしたから。ごめん、生姜自分ではかけて、あー、そういうこと。刀剣で犬、え、じゃあ結構強い犬だからこんなシワ生えてんのか、わかんない。生さ。ケチャップ社長さん、バラありがとうございます。しょうがないよね。しょうがないってあれですか。あの、なんかしょうががなくてしょうがないみたいな。なんかさ、しょうががなくてしょうがないって自分がしょうもないんだけど。そう、ダジャレ、しょうがなくてしょうがない。徳島県は何が有名かな。徳島はね、あ、阿波踊りってさっきなんかあったよ。あっていう、そう、私ね、ダジャレも好きなんですよ。ダジャレも好きなんです。だからね、よく言うんですよ。そう、委員会、え、なんだっけ、
委員会行って委員会みたいなのをよく学校とかでみんな言ってる。メイクって結構してた？結構してました、自分でしてました。でもね、アイラインは自分でねしない方がいいって思って、今日はちょっとメイクしてる、ちょっとだけ、ちょっとだけメイク。なんかね、涙袋とあのマスカラだけしてる。メールの一句ダジャレでも、いやでもダジャレ一句より難しいじゃないですか、考えるのが。だからね、俳句の方がいいかも。え、じゃあね、100、あの100号行ったらダジャレ行こっか。そのためにめっちゃメール送らないと、あとちょっと。だからね、100号の時にね、じゃあダジャレをやろうか。俳句難しいけど、ダジャレの方が難しくないですか、なんか。難しくないですか。なんかね、難しい気がする。おいしょ、おいしょ。岩手県、違う、岩手県じゃない、石川県がメールの返信、毎回俳句考えた、そう、俳句ってね、なんかね、字余りするんですよ。だからね、いつも、あ、なんか、はい、大丈夫、そう、いつもね、ダジャレを考えて、でれれれれって自分で言ってるんです。でれれれれれれでれれれれみたいな。じゃあ思いついた時に書きます。アイカって呼びをお願いします。アイカ、待ってね、ちょい待ってね、ちょっともう一回読もう。アイカって呼びお願いします。じゃあアイカ呼びですね。かしこまりました。よし、 OK です。じゃあ3つけなくてもいい。ちなみに季節変わらない。待ってへーとか言ったけど、自分漢字が分かんない、漢字が分かんない。え、設定みたいなのがあるんですね。それなんですけど、それをね、いつも配信中に出てくるんですよ。そう、それがね、なんでか分かんないんです。でね、何も押してないんですね。何も押してないのに、設定でなんかなんちゃらインストールみたいなの出てきて、そう、それをね、ママがなんかあったらスクリーンショットしてって言われたから、うん、それがね、一回消えて、またそれが出てくるんです。なんちゃらインストールみたいな。わかんない。それをね、スクリーンショット しようと思ったけどね、消えちゃった。なんでだろう。関係、あのなんかショールームとは関係ないんですけど、そう、ショールームとは関係ないんです。関係ない。なんでだろう。でもね、なんか人数は変わってないです。あ、みなちゃんがコラボ配信。あ、じゃあみなちゃんとまた LINE してコラボ配信しようかな。みなちゃんとね、ちょっとお話ししましょう。明日会えるので、その時にお話ししよう。あいか呼びでお願いします。あいかさん書きました。書きました。携帯ので出るので、そうなんですよ。なんかね、一回画面がこうシュッてされて、それが出てくる。ここにシュッてされてこう出てくる。なんかこれがショールームのあれとするじゃないですか。これがインストールじゃないですか。シュッてみたいな、シュッシュッみたいな、そんな感じで出てくるから、その時にいつもね終了される。なんでだろう。シュッシュみたいな、それでこれ分かりやすくないですか、シューみたいな。こう出てくるから、ちょっとね、それが嫌なんです。シュッシュッて、
そうなんです。一回ね、こう遠ざけられるんです。シュッ、シュッみたいな。明日オンラインお話し会の、来ました。決めました。お母さんと一緒に決めました。ね、CM じゃないです、これは。これが例えなんですね。シュッみたいな。何回するねん。じゃあね、もうちょっとしたらね、なん、ここっぺ来た。ここっぺ来た。ここっぺ来た。ここっぺ。はんちゃん好きって来た。ここっぺ今日9時からしてたのかな。ここっぺ見て。ここっぺ見て。これ、かわいくない？ここっぺ見て。今日ね、6000円近く使ってガチャガチャしたんですね。なんです、6000円近く。また増えてるって。そう、今日はこれをしました。これとこれとこれとこれ、もっとある、もっとある、もっとある。それ両方ガチャガチャ当たったよって。そう、これとこれ、ここっぺアイコンが。そう、6000円。でもね、6000円っていうかね、さ、弟もね結構使ったの。弟もね4000円ぐらい使ったから、そう、今度ガチャガチャしに行こうって、しに行こう。そう、ここっぺもね、なんかここっぺもやったら、やったら止まらないよ。ココッペもしたら。なんか大くんアバターがたこ焼きから変わった。なんだろうこれ。なんかツインテールの、わかんない。わかんない。ココッペアバ、ココッペバター、ココッペバター？ココッペ、あ、ココッペバターじゃなくて、ココッペアバター？ガチャガチャから出た。なんだろうこれ。なんか、なんだろう、カプセルから出てきたやつ。皆さん何時まで見れますか？何時まで見れますか？もうちょっとしたらね、カラオケしようと思ってるの、1時間経つから。でも、どうしようかなって。弟くんはね、東京リベンジャーズっていうやつのフィギュアとかをいっぱいやってる。ジロ君ハートありがとうございます。ルドン、うん。ね、ルドン、あれはね、だるま、ありがとうございます。8時までなら見れるって。8時まで。8時までだったらね。そう、一曲歌って終わろうかなと。だけど、どうかなと。アニメオタではないんだけど、なんかね、絶対やったら、お金を持ってきたらお金をね、絶対使いたがるんですよ。使わないで終わりたくないらしくて、絶対に、なんか、ハンちゃんなんか買ってあげようかみたいな、お金を使いたがりな弟です。だからガチャガチャを今日はしてもらいました。どれ？これ？これをしてもらいました。仕事疲れたから、え、待って、ちょっと待ってね。4回でミルキー。そう、4回でミルキー。うん？ 8 回でミルキー1個。仕事で疲れたから、お疲れちゃんって。お金持ってったら全部使うね。そう、なんかね、絶対にお金を使いたがる。そう、ガチャガチャとかいいのなかったら、あ、はんちゃんなんかしてあげようかみたいな。やって。そう、だからもったいないことばっかする。そうなんです。あとなんかやったっけ？そう、
今日はね、先輩方にあげるガチャガチャもやってきました。ひげマヌフィーさん、黒ハートありがとうございます。ありがとうございます。あ、なんかね、髪の毛が邪魔。これが邪魔。そう、明日ね、何話そうか迷ってる。頑張って話さないと。緊張する。8時までなら見れる？そう。でね、前に誰だったっけね、なんか誰かがコメントしてくれたから、いつもね、なんか絶対コメントでこう遡ってたら、あのカメラがね逆になるんです。だから、あのカメラのここにね、テープじゃない、紙を貼ってテープで貼っときました。ヒゲマナフィーさん、黒いだるまありがとうございます。ヒゲマナフィーさんか。ありがとうございます。テールさん、レインボースターありがとうございます。ありがとうございます。6年生です。6年生。また後ろのタンスが見たかったのに見たかったのにもうね、綺麗にした。カラオケで思い出したんだ。トットーで一曲歌わへんかって。そう、何歌おうかな。トットーとで、こてっちゃんハートありがとうございます。じゃあね、カラオケした、映っても大丈夫にしたいね。そうなんです。映っても大丈夫に可愛くしました。でももう映さない。よし、ハートありがとうございます。ちょっとね、ごめんなさい。水分を取らせてください。水分。今日はね、何の歌を。また弟くん来ないかなって。弟はね、今下にいる。ななかちゃん来ちゃったかな。ちょっとななかちゃん来ちゃったかな。ななかちゃん来ちゃったかな。もがみななかちゃん、もがみななかちゃんが来たっていう履歴が来たんだけど、ななかちゃん来たかな。来たかな。ななかちゃん来ちゃった？来ちゃったかな？そう、ななかちゃんがね、来ましたっていう。もがみななかさんがって来た。ななかちゃんいたらコメントしてください。てかなさん。あ、こんばんはって来た。こんばんは。こんばんは。そう。ななかちゃんに、この前、班長しか見れない、こっちから見え、そうなんですか。で、みんな来たーって、そう。ななかちゃんが来ちゃった。来ちゃった。この前LINE で、スタンプ、変な顔のね、スタンプ送られてきて、なんか、この顔して、みたいな。この顔してっていうね、スタンプが来て、そう、その顔をね、やった。そう、これ、今日ね、やったの。そしたらね、6000円使って、ガチャガチャをね、今日した。で、弟もやったから、1万円近くやった。これと、これ。うん、取れない。大福だよ。どうや。そう、変顔写真を送った。
でもね、ミルキーは思ったよりちっちゃい。ちっちゃかった。ボケてる？これで YouTube は必要ない。これ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。今日は何時までにしようかな。じゃあ8時40分になっ、どうしよう。30分になったら歌始めます。カラオケ始めます。30分になったら。ヒューマナフィーさん、黒いハートありがとうございます。はいはい、 YouTube 入ります。はい、YouTube 入ります。ななかちゃん、見てください。見てください。どやどや。もう30分になったらカラオケ始めます。皆さん、何の歌がいいか。どやどや。何の歌がいいか、コメントをしてください。お願いします。そう。でね、この前は、2番まで歌ったから、今日は1番、1曲で1番にしようと思って。HKT48 とか、天使の尻尾とかね、わかんないかも、歌詞が。何がいいか。ヤマハの音楽。ヤマハ？何がいいかな。何がいいかな。リセット。ててん。レモンの年頃？ん？ナマさん？ナミさん？ナミさん。レインボースター、ありがとうございます。あ、彼女？てん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 。てんてん。カラオケに設定しちゃおう。そうしたらいいか。スコールの間に。でもね、あるやつとないやつがあるかも。これをね、こうしてやったらちょっと低くなるかも。イヤホン。お、30分になった。あ、ミルキー。あ、波音のオルゴールにしようか。そうだ、ありがとうございます。じゃあ今日はね、波音のオルゴールを歌おう。よし、いいか。で、これを歌って、波音のオルゴールを歌います。そう、あれ、これ反対？大丈夫？波音のオルゴールを1番だけ、2番は歌えません。1番だけ歌います。1番だけ歌います。ちょっと調べてみよう。波音出てこい。オルゴール。え、波音のオルゴールないんだけど。結果がゼロですって。最悪。波音のオルゴールないって。最悪やん。ないって。どうしろ。波音のオルゴールがなかったので、ななかちゃん聞いてる。波音のオルゴールありませんでした。ないんです。くっつけない。くっついた。ついてるか。そう、12秒はね、この、昨日歌っちゃったんです。これね、逆かな？あ、こっちだ。あ、そっか。
じゃあね、君どこっていうね、やつがね、この前から多かったから、君とどこかへ行きたいをやろうかな。お気に入りに入れたっけ？あった。じゃあ、君とどこかへ行きたいの、あのね、あれだけ歌います。君とどこかへ行きたいの、一番だけ歌います。この曲を歌う。ダウンロード中です。飲み物？すいません。なんか、緊張する。え、どうしました？え、なんか聞こえないですか？あ、そう、一番だけ。いきます。いいですか？いいですか？3、2、1。来ましたか？聞こえます。今年の夏は暑くなるって気象予報士が言ってた。髪を短くしようか。なんか終わった。そう、2番はわかるんだけど、あ、黒ちょっと待って、もう終わっちゃったやん。もう終わっちゃった。拍手ありがとうございます。ほのさん、よし、黒いハートありがとうございます。黒ちゃん、音符ありがとうございます。音符ありがとうございます。あとね、誰かがミラーボール、あ、クロちゃんミラーボールありがとうございます。クロちゃん馬ありがとうございます。コテちゃん、ね、ペンライトありがとうございます。大くん、あれ、大くん、ね、音符ありがとうございます。これね、右左逆だった。やっぱりね、右左逆だそうです。逆だった。右左。でもね、なんかもうめっちゃ早く終わっちゃった。一番だけだったらすごい早く終わる。ちょっと待ってください。気づいたら終わってた。よいしょ。そう、ね、なんかね、この前となんか違うなって思ってたら、イヤホンが逆だって。逆だった。取れました。
そう、急いでね、シュッてね、これカシャってやろうとしたらね、なんか焦っちゃって、またスクリーンショットするの忘れてた。またね、なんかなんちゃらの設定がなんちゃらですみたいなやつがね出てきちゃった。なんでね、そう、またね、シュシュンってなった。クロちゃん、クロちゃん、クロちゃんね、ありがとうございます。流れ星、ありがとうございます。よっしー、黒いハート、ありがとうございます。もうなんで、ちょっと、もうこれいらない。ありがとうございます。ありがとうございます。そうな、どうしよっかな、どうしよっかな。もうね、君とどこか行きたいの一番だけで大丈夫ですか。もうランキング読んで終わっちゃいますか。そうか、もう一曲歌ってから終わっちゃうか。もうランキング読もうかな。あ、ほのさん、ほのさん、あ、そうだ、ほのさんだ。花束ありがとうございます。アンコールどうしようかな、どうしようかな。でもね、アンコールなんかね、ねねちゃんの歌ね、博多吸血鬼がね、私好きなんですよ。博多吸血鬼好きなんですけど、あれがわかんないんです、あれがわかんないんですよ、歌詞。ちょっと苦手だから、それを覚えて、一回ね、また切れたらダメだから、一回ランキングを読んでから、もう一回もう一回あれしたいと思います。一曲、最後に一曲歌って、もう一回もう一回一回ランキングを読みます。ランキング読んでから、一回切れたらダメだからね。そう、ひろ13位、ひろっぺさん、ありがとうございます。12位、こうちゃん、こうちゃん、ありがとうございます。こうちゃんさん、ありがとうございます。11位、かとまる、かとまるさん、ありがとうございます。10位、スモークさん、ありがとうございます。9位、ヤシア、ありがとうございます。8位、なるみさん、ありがとうございます。7位、しんささん、しんさん、しんさんさん。シンさんさんじゃおかしいわ。シンさん、ありがとうございます。6位、ジロくん、ありがとうございます。ジロくんさん。5位、ダイくん、ありがとうございます。4位、ほのさん、ありがとうございます。3位、ワンちゃんさん、ありがとうございます。2位、べ、あ、違う、2位か、2位、くれないの豚汁さん、ありがとうございました。1位、クロちゃん、ありがとうございました。はい、ということで、これでもういつ切れても大丈夫です。しんさんでいいよ。あ、しんさん、ありがとうございました。しんさんさんってなんかおかしい。だからもう一回ね、もう一曲カラオケしてからバイバーイってします。で、それでランキングが変わってたら、歌詞は表示されます。されるけど、早口のところがね、わかんないんです。だから、何がいいですか？何がいいですか？ウィンクは3回とかね、前はあったけど。何がいいですか？大人列車と、とか最高回路とか早送りカレンダーは昨日おととい歌っちゃったんです。だから、それ以外でなんか、カラオケして、ウィンクは3回。ウィンクは3回もいい。ウィンクは3回あったら、調べます。ウィンクは
かい、さくらんぼ。あ、私それね、わかんないんです。ウィンカーさんからあるかな、せーの。ウィンカーさんからいなかった、ない。なんならあるかな、ちょっと早くしないと終わっちゃうから。悲しみの浄化装置歌いたいのにね。ドゥラブ、突然ドゥラブミーにするか。突然ドゥラブミーの、あったら。うん。悲しみの浄化装置ないんです。ない。生意気リップスもいいかも。そう、生意気リップス昨日なかったんです。あ、ケチャップ社長さん、バラありがとうございます。じゃあ何ならあるかな。メロンジュースどうしようどうしよう、やばい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 、私いつも何歌ってるかな。葵ちゃんさん、ハートありがとうございます。毒蜘蛛、お願いバレンティーあるかな。お願いバレンティーあですか。お願いバレン、お願いバレ、バレン、お願い、ちょっとね、もう終わっちゃうから本当にね、ごめんなさい。何ね、何を歌うかはまたメモしてきます。だから、それを、そう、もうね、もう時間になっちゃうの。あ、ちょっと待って、スクショしとこう、これ。これをね、スクショして、また次回、それを歌おうかなって思います。ごめんなさい、今日は一曲しか歌えなくて、ちょっと私のね、あやふやなことが起きて、だからまたね、次の時に何歌いか、歌いかを自分で選んで皆さんに選んでいただきたいなと思います。それでは今回は終わりたいと思います。これをこっちにして、葵ちゃんさん、水色のだるまありがとうございます。緑のだるまもありがとうございます。赤のだるまもありがとうございます。ランキングは変わってるかな、変わってる。13位から読もう。13位、 AG のたたきさん、たけさん、たけさん、ありがとうございました。2位、あ、違う、2位じゃない、12位、ケイスさん、ありがとうございました。11位、大くん、ありがとうございました。10位、ヨッシー、ありがとうございました。9位、ピンクカメオさん、ありがとうございました。8位、シンさん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ほのさん、ありがとうございました。6位、ワンちゃんさん、ありがとうございました。5位、なるみさん、ありがとうございました。4位、ひろっぺさん、ありがとうございました。6位、ジロくん、ありがとう、ジロくんさん、ありがとうございました。2位、くれないとんじるさん、ありがとうございました。
1位クロちゃんありがとうございました。1位クロちゃんありがとうございました。今日はね2回ちょっと切れちゃったんですけど、明日はね明日明後日お話が来てくれてる方は、お役してる方よろしくお願いします。お願いします。ではこれで終わりたいと思います。じゃあね54321でいきます。54321で切ります。54321バイバーイバイバーイ。